眠たい朝は究極にさっぱりなとろろ丼。よし、ってことで今回も美味しい美味しい朝ごはんを作っていく。使う食材は激安でゲットした長芋さん。ってことで料理しながら語っていくんだけど、最近朝めっちゃ暑くてさ、料理するのもめんどくさいし食べるのもめんどくさいってなるよね。だから今日作るとろろ丼とかめちゃくちゃ朝にはいいと思う。ただ手とか負けやすい人は気をつけてね。そして今回長芋すりおろすの動画撮るの忘れてました。まあ大事なのは味付けってことで、しっかりとすりおろしたところから動画また再開です。これだけでもうまいんだけど、味付けしていくとより一層美味しくなります。入れていくのは鰹節に昆布茶、白だしとめんつゆ、そしてわさびとレモン汁です。そりゃあこんだけね、美味しいの入ってたら美味しくなるのは当たり前って感じだけど、めちゃくちゃうまい。しっかりとね、よーく混ざるように混ぜ混ぜして、今日は朝から炊きたてご飯を準備しました。お茶碗に白米をそったら、白米の上にとろろをかけていきます。今回は動画ということもあるので、とろろをかけるだけじゃなくて海苔を添えて映えを意識。盛り付けができたら早速いただきます。食べ始めるとペロリと食べてしまって、もうね、めちゃくちゃ朝からお腹大満足。食欲なくても食べれちゃうから、みんなも作るべし。ご視聴ありがとうございます。今日の料理もいかがだったでしょうか。僕のチャンネルではこういう美味しい料理を作ってご紹介をいっぱいしてます。もっといろんなのあるんなら見てみたいって人は右のチャンネルボタンをクリック。それではグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに。またね。